こちら今行われているライジン48の前日計量で8試合目。なんとシェードライフ選手 vs ファン・アチレッタ選手で、ファン・アチレッタ選手、朝倉海選手戦に続き、またまたやってしまいました。2.9キロオーバー。シェードライフ選手の勝利は公式記録に。ファン・アチレッタ選手勝利しても無効試合と。シェードライフ選手はしかしながら、この体重差でも全く問題ないと試合は受けました。しかしファン・アチレッタ選手はレッドカードからのスタート。 ファン・アチエッタ選手、前回は特別体調が悪くてみたいに言ってましたが、これはもうね、まともに次試合組んであげられないですよね。しかも何か私たちも、これは軽量オーバー自体に、ああ、またかっていう雰囲気にもなってきましたね。ファン・アチエッタ選手、ここで盛り下げてくれるなよ。2.9キロはさすがにやりすぎ。あとは、元ライジングガールの青担当かなさんが、 プロパーという候補になりましたと。確か元アイドルの人ですよね。ライジンが大好きで社員になっちゃった。ライジンのためなら何でもやりますと言っておりました。前、顔出し候補の人を募集しておりましたが、これはすごくいいチョイスだと思います。そして第1試合はダウトベック選手が希望したものだったそうです。はい